はい、実は今もう陸路に戻ってきました。空気が途中で抜けてきて、ゴムボートので、元の岸にね、返されちゃったんで、もう陸路で帰ることにしました。で、僕裸足で歩いてたんですけど、メンバーがサンダルをわざわざ持ってきてくれました。先に戻ったメンバーが本当大助かり、マジで感謝。いやー、ゴムボートね、プールとかで使うのはいいかもしれないけど、海で使うのはちょっとあんまりおすすめできないですね。カヌーだったらまだいいですね。カヌーだったらもうほら、自分であっち行こうとかこっち行こうとかできますからね。ところがボートの場合は、ゴムボートの場合はなんていうかな、風向きとか波の方向とか、ああいうのでコントロールがねできないんですよ。だからちょっとでもね、なんか風が強くなったりとか波が高くなると、もうコントロール不能になっちゃうんですよね。だからちょっと皆さんもゴムボートで遊ぶときには気をつけましょう的な、そういうお話でした。まあでもみんな無事でよかった。はい、それでは。